日本神奈川県川崎市川崎区東、大儀島東大儀島周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2007年4月撮影の12枚を合成作成。東大儀島は神奈川県川崎市川崎区にある人工島及び地名である。 1942年から1972年から本格的に埋め立てが始まる。1974年11月に扇島の東に位置する島であることから東扇島という町名が付けられた。島全体が川崎港の一部となっており、埠頭は東京湾側の外港船用埠頭と京浜運河側の内港船埠頭に分けられる。その立地条件から物流、 食品関係の倉庫が集中しており、食品では神奈川県の50%の貯蔵能力を持ち物流、関係の戦略拠点である。貨物コンテナ取り扱い量の増加に伴い土地が不足しているため、川崎市は東京湾側で大型になっている海面の埋め立てを計画している。投入する土砂はリニア中央新幹線工事で発生する残土を使う。 覚え書きを JR 東海と結んだ。こうした物流面での重要性から首都高速湾岸線に東大島で入り口が設けられ、東京都内や横浜市との陸上アクセスのようとなっている。その他に千鳥町とは川崎港海底トンネルで、水江町とは JFE 海底トンネルで、大島とは大島大橋で結ばれている。 川崎市街と結ぶ川崎港海底トンネルの交通量が増加しており、また同トンネルは危険物積載車の通行が禁止されているため、2023年度を目標に東大木島と水江町を結ぶ臨港道路東大木島水港町線の整備が進められている。水江町とは橋梁で結ばれる予定である。平成元年頃よりは、 シビルポートアイランドという名称も使われていたが、普及することなく、現在に至る。島内道路の管理状況はよろしくなく路面の表示は、消えている箇所や、路面が波打っている箇所が多く目立つ。東京湾の水質改善により島の周囲は、魚種が豊富で、郊外都市、川崎のイメージは、もはやない。周辺では、多くの遊漁船の姿を見ることができる。また、 島の西側には釣りが可能な東線、島西公園、東には人口回避を有する東、大城島あず公園があり、都心から近い釣りやレジャーのできる公園として賑わっている。しかし、公園周囲に路上駐車やゴミの放置、公園内へのバイクの侵入など、課題も多い。なお、東京湾側の不頭は会場における人命の、 安全のための国際条約により関係者以外の立ち入りが禁止されている。東線、島西公園のパノラマ、ありがとうございます。